千代田千代田、ローマ字、JS 千代田、AS-405 は、海上自衛隊の潜水艦救難母艦。艦名は、江戸城の別名千代田城に由来し、この名を受け継いだ、日本の艦艇としては四代目。潜水艦救難艦と潜水母艦の機能を兼ね備えた、新艦主たる、潜水艦救難母艦の端緒となる艦であり。 従来の潜水艦救難艦よりも優れた救難能力を備えている。計画番号は j 1 5平成26年度外算予算要求において後継艦として DSRV を搭載する ASR-404、千代田5600トン型の取得が表明された。戦型はモノハル型二層の全通艦艦を備えた艦型とされており、 艦首には特徴的な高い選手楼が、完備には大きくオーバーハングしたトランサムスターンが採用されている。主戦隊は3層構造であるが、後術の深海級南艇、DSRV や人員輸送カプセル PTC の要項のため、上甲板から船底までを貫通して直接海につながった開口部が設けられている。この開口部はセンターウェルと称されており、 長さ約18メートル幅約5.5メートルである。艦の航行時には、船体水中抵抗の増大要因となるため、センターウェル内の喫水船付近には、前後に、海式の性ナミ板が取り付けられている。一方、センターウェルの前方情報にあたる、全部上部構造物内には、第一艦板、01艦板の2層分を確保して、DSRV の格納庫が設置されている。 先行して DSRV を運用していたアメリカ海軍の旧支援母艦では必要に応じて DSRV を搭載して運用する方式であったことから向上的な搭載設備は設けられておらず、これは当時世界的にも珍しい装備であった。この格納庫を設けるためもあって環境構造物は4層構造の巨大な箱型構造物となっており、 本館の外見上の大きな特徴となっている。全部上部構造物では、a 3看板は、前方が環境とされており、両端にはウィングが設けられている。また、同レベルには戦闘指揮所、CIC やレーダー室も設けられている。1.02看板は居住区画となっている。また、後部上部構造物は、潜水艦乗員用の休養、宿泊施設となっている。 その髪型の01艦板は、艦幅いっぱいのヘリコプター艦板とされており、HSS-2 ヘリコプターの発着が可能である。煙突背面に発着管制室及び水平等も装備されている。センターウェル工法、煙突の下には、第3艦板と戦争艦板の2層分の高さで、機関室が設けられている。主機関としては、 三井造船の8リットル 42M 型直列8、気筒4サイクル中速ディーゼルエンジンが2機載されて、それぞれ両限の推進機に直結されて、これを駆動している。また、人員輸送カプセル、PTC の運用時をはじめとして、急難活動中には、艦の位置を厳密に保たなければいけない状況が想定されることから、本艦では、 主水進機を可変ピッチプロペラとするともに、艦の前後に2機ずつのサイドスラスターを装備しているが、これは指揮官とともに自動簡易保持装置のサブシステムを構成している。DPS は三井造船が開発したもので、主水進機とサイドスラスターからなる推進動力部、これに対し指令する制御装置及びこれに定点保持制御のための情報を提供する。 センサー部から構成されていい。三次元ソナーや電波測位装置、ジャイロなどのセンサーによって、風や波、潮によって、時々刻々と変化する、範位を検出すると、その情報をもとに、範位を保持するためには、どのように相関すればよかを、制御装置が自動で算出して調整することで、常に、範位を一定に保持することができる。なお、DPS の運用や、 遭難潜水艦の捜索等の必要上、本艦は水中放射殺音の低減に特に意を払っており、手機艦、補機類については防振支持化するとともに、手機台にハルダンパーを貼り付け、機械室に防音材を取り付けている。渦潮型潜水艦など、新型艦の登場による潜水艦の性能向上、特に先行深度の増大に対しては、 従来の潜水艦救難艦で採用されてきたレスキューチェンバーによる救難システムでは対応できななってきていた。このことから本艦では深海救難艇 DSRV を中核とした新しい救難システムを構築している。上記の通り全部上部構造物内に DSRV 格納庫が設けられており、ここに DSRV 一隻を搭載する。その運用のため、 大型のクレーンプラットフォームとトロリーから構成される DSRV 上げ工装置がそうされている。クレーンプラットフォーム上には DSRV 調査用のものが4本、PTC 調査用のものが1本の計5本のラムテンショナーが突出している。このラムテンショナーは DSRV 上げ工事に海面動揺などのために DSRV が関東の相対運動を行った場合、 調査区に生じる調力変動を吸収することで、DSRV の動揺を軽減するためのものである。トロリーは、クレーンプラットフォーム下部のクレーンガーダー上に上、かされており、また横方向に、両側限外にも移動可能である。これにより、センターウェルに侵入している余裕がなく、原則に緊急浮上した DSRV の回収も可能となっている。なお、DSRV 上げ構装値は、 PTC の要項にも用いられる。本艦搭載の DSRV は、昭和57年度計画で建造されたことから 57DSRV とも呼称される。川崎重工業製、排水量40トン、全長12.4メートルで、乗員2名と救助人員12名を収容できる。通常、DSRV は、格納庫内第一看板レベルにおいて、発着課題、 上に搭載されている。発信時は、まず格納庫広報のセンターウェル上部に固定された、昇降台の上に発着課題と DSRV を移動させ、昇降台と発着課題を結合させる。続いて、クレーンプラットフォームから吊り下げられた調柵を、発着課題のロープガイドに取り付け、この調査によって吊り下することで、DSRV 及び発着課題を センターウェルから水中に降下させる。要集時はこれと逆になるため、まず昇降台と発着課題を水中に釣り下ろして、ここに DSRV が着座する。この際の DSRV の誘導が最も難しいため、発着課題には点滅灯などの誘導機器が取り付けられている。また、救難用のもう一つの新装備として、深海潜水装置。 DDS も搭載されている。これは、遭難潜水艦への DSRV メーティングの支援などのために飽和潜水で潜水士を進出させることを想定しものであるが、また同時に、遭難潜水艦が浸水して、乗員が高圧に暴露されていた場合、飽和潜水の技法を用いた減圧を行ったり、減圧症の治療を行うためでもある。本艦の DDS は、 センターウェル両原の第二甲板に1機ずつ設置された環状原圧室と人員輸送カプセル1機によって構成されている。DDC は水深300メートルまでの圧力環境を再現でき、定員6名で最大20日間の連続使用が可能である。また、PTC は大気圧潜水で300メートル、ロックアート潜水で350メートルの深度まで、 作業能とされている。潜水艦一隻分80名分の宿泊施設、ミサイル、魚雷、漁食、燃料、真水の補給物資、潜水艦への給電と充電を可能とする。千代田は、中期業務見積もりに基づく昭和56年度、計画潜水艦救難母艦1111号艦として、三井造船玉の事業所で1983年1月19日に、 寄港され、1983年12月7日に、浸水、1985年3月27日に、収益し、第二潜水大軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。2005年8月4日、ロシア、ペトロパブロフスク・カムチャツキー沖で浮上できなくなった、ロシア深海級南艇 AS-28 の救助に、総海母艦、ウラが、総海艇、 湯下島、宇和島と共に派遣される。空輸されたイギリス無人先行艇が救出に成功したため同月7日に帰還する。海上自衛隊として初の国際救難任務である。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災では宮城県小永川町に向けて横須賀を出港し災害派遣に従事した。 2018年3月20日、除籍。走行程は393,246回入り。走行開始数は45,601時間。DSRV 運用回数697回。総線交時間2025時間。東日本大震災への派遣を含む、災害派遣3回。国際緊急援助活動1回。航空機救難5回。海難捜索救助2回。 海外派遣3回であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。